も心配しててさ、大丈夫かなって。そう変えたの。なんかやっぱり配信用に、もう本当にこの iPad は配信用に買ったんだけど、なんかもっともっと大きい画面で配信とかできたらなと思って、コメントも見やすいし、そうだからよかった。でも今すごいなんか場所、どこに場所、このどこに置いたらいいか分かんなくて、すっごい高い場所に置いてるの今 iPad。 そういろんな、なんかちゃんとこう積み重ねてだから今背筋ピーンって伸ばさないと顔が映んないくなるっていう、だからあの姿勢にいい姿勢、この正座して、うん、なんか姿勢改善にもなるわ、うん、そうで今はねあれですよ、これ待って、全部名前書いてある、ちょっと待って、これでいいか、あまだ見せないで、書いてます、生写真書かせていただいております、ありがとう。もうね本当に超嬉しかったことが起きてもうメールではこれめっちゃ生首みたいになってない、やっぱり、うん、そうなんだけど、前回のその生写真よりももうめちゃくちゃ増えて、そう生首みたいになってる、めっちゃ変だ、ちょっとこれ、ちょっと今日は手で押さえよう。その前回のの枚数よりももう増えて、あーってそれがめっちゃ嬉しくて、なんかね、私が前回書いた生写真、その初めて申し込んでくださった方もいらっしゃったんですけど、なんかさらに前回より枚数を増やして申し込んでくださった方も多くて、だからそれって私が前回書いた生写真を見て、あもっと次はもっと申し込もうって思ってくださったってことじゃないですか。だからそれがすっごい嬉しくて、あだから前回いっぱい書いてよかったなって思った、みんなのおかげです、ありがとう、幸せでさ、あそうさっきメールにも書いたんだけど、すごい生写真書くときって、まあ、その一枚一枚その人のことを思って、あこの人とはこんなエピソードがあったとかこう思ってるとか、そうそう、だからそういうのがあるからさ、一人一人、うん、だからすごい楽しいです書くのが。だから本当にありがとうございます。わかるね、なんかさ昨日の公演でメンバーにさ、私のおしゃべり会ってどんな感じみたいな話をしててさ、私のおしゃべりって説教が多いんだって、よく怒ってるよねみたいな、重めだよねっていう話、お話を受けて、待って私って最近説教多かったのかなと思って、めちゃくちゃなんか恥ずかしくなってやばいそうだったのかって、うん、そうなんか私もメンバーのことよく見てるけど、もちろんメンバーもそう私のことよく見ててくれてるんだなと思って、どうすればいいんだろうな、画角あアップアップアップする、あこれだとなんか容疑者みたいな、ちょっといろいろ試してみて、うん、ごめんねこんななんかあダメだやっぱりこうしようわかんない、うん、そうだからなんか説教が多い、だからなんかでも確かになんか怒ってばっかだと嫌だよねって思って、そうちょうど9月の24日
来週のオフラインは愛を高め合うっていうのがあるので、そうもう24日は説教は少なめでなんか行こうかなって思いますそうそう、もうみんなに愛をお届けする日にします。そういう趣味の方高めない、じゃあ別の日に高めよう。素晴らしいでしょ、罵声体力。ちょっと待ってねえ、ダメだよ、私怒らないからね。うん、私説教やめる、もうみんなちゃんと、うん、なんか私のことを好きでいてくれてるのに、私はなんてそんなひどいことをしてたんだって思った。嬉しかったな、なんかメンバーみんな見てくれてるんだと思って。そう、で今日は、まあ、今日の話するね今日の話するね、今日はなんとそうビッグスワンでアルビレディスの試合を見に行ったんですよ。そうで、私は初めてだったんですね、レディースの試合行ったの。うん、そうそうそう、左手押さえてるのiPad 必死に押さえてる今。これなんか二の腕痩せそう、両手でやる。なんかこれ面白い、なんか抱きしめてるみたいになっちゃってでさ、もうすごかったんだよ今日、あの川澄選手だよ。川澄選手といったらもう私が小学生の頃めちゃくちゃ見てた、もうテレビでこうやってあーって目を渡して、川澄選手推しだったし当時。うん、なんか抱きしめ配信で、でもそう起きたいんだけどさ起きないんだよね。そうそうそう、と置くとね、えどうなるかな、ちょっと待って待って待って、ちょっと一回待って、あのねいろんなものをね、あのねすっごいか重ねててさ、あよいしょよいしょ、ちょっと置かせて、あれどうしようねえ、これおかしいでしょねえ、こんな配信ないでしょ。まあ今日は探り探りということで、そうでさ、でさ今日そのあの川澄選手がいらっしゃってさ、もうすごかった。うん、え当時テレビで見てた方がいて、やっぱりそのちょうど私今日すっごい、あ恥ずかしい、すっごいあの目の前で見れたんですよ割と。そうで今これ話が映ってないじゃん、ね、こんなのやだよ。そんでさすごかった、やっぱり選手の方の声とかもめっちゃ聞こえるの。そうでやっぱり川澄選手めちゃくちゃなんかこう試合中もいっぱいいっぱい声出してすごい指示を出してたのを見て、うわすごいなと思ったし、今日新しく推しができたんですよ今日
主演見て後半からかな、後半から交代で出た選手の方がいらっしゃって、山本ちょっと待って、あちょっと名前を間違えたらさ、それはさダメだからさ、山本結菜選手、そう山本結菜選手、私今日でもう推しになってしまって、そうなんか多分もうね、その一生懸命走ってもうボールに食らいつく姿とか、そのなんか一生懸命な姿がすごい私の心に刺さって、そうもうユイナーってめっちゃ推しになっちゃいました。うん、山本ユイナ選手です、皆さん覚えてください。ああ安定した、でさ、そうそう、もうすっごい本当に大好きになった今日で、やっぱりなんか一生懸命な姿、全力で頑張ってる姿で本当に心動くよね。うん、そうそう、ちょっと待って、めちゃくちゃもう目がドライアイ、あ助けて、すごい私今そこで机、あのもうなんか特設スペースみたいなの作ってて、お家に生写真のそうだからこれ今机なんだけど、うん、あの今もう生写真ここにある、あでもこれ見せたら名前映っちゃうからあれだけどねポジションはね、こんな時にねすぐ見れるんですよ携帯が、あやばい、ポジションわかんないな、フォワードかな、でも見た感じ、あフォワードでした、やはり。で試合後ね、あの選手の方が来てくださるんですよ、客席の近くまで。そうで私どうしてもゆいなちゃんのレッスンが欲しくて、ほんと帰り際にゆいなちゃんってやったら気づいてくれて手振ってくれて、よくてでも超嬉しくて、あゆいなちゃんみたいな、うん、やっぱりねレッスンってめっちゃ嬉しいんだね。いやもう私明日もうなんかすっごいね違う意味で勉強になった。やっぱりその気づいてもらえるってめっちゃ嬉しいの。そうだから私ももっともうもっともっと今以上に心を込めてレッスンしようと思ったえ待って、もう超みんなの気持ちわかったもん今日、そういうことかって、待ってレスってめっちゃ嬉しいじゃんって思って、ね、でもなんか私はやっぱり自分だって絶対に分かる、そう絶対に今の自分だって確信が持てるレスが欲しいの。そうだから本当に私それを見てめちゃくちゃ勉強になった、うん、そうそうそう、だからね明日の目標はもうあなたですっていう確定の確信レッスンを送るこれが目標、確信レッスンを送る。そう待って、今どんな感じで、やばい、なんか配信中に自分の携帯があるって不思議、あいい角度だねこれ、いい画角だね、うん、よかった、ちょっとみんな待ってて、私目薬持ってくるね。あ名前呼びですね、それいて、それいいね、あよいしょ、ただいま、ナミンからのレッスンは全メンバー一分かりそう、本当に、もう涙が出るほど嬉しい、それは嬉しい、本当
ありがとう。お見送りで名前呼ばれると嬉しい。え、そうだよね、そうだよね、そうだよね。もっと呼ぶから。うん、今日さ帽子かぶってたからさ、前髪がもうあのめちゃくちゃ終わっててごめんなさい。目薬タイム好き？ありがとう。うん、じゃあ待って、今みんなに1枚だけみんなと一緒にこの私がいつもどんな感じで生写真描いてるかシェアします。いくよ。こんな感じです。来る前顔見してくれるから嬉しい。あ、間違えた、勝手にコメントあのくつくたしちゃった。レッスン来る前は顔見して来るから分かりやすい。確かにあの助走つけるよね私って。うん、今ので1枚終わり。全然1行しか書いてない今のは。この3倍は3倍4倍は書いてます。サイン書きながら独り言言って、そう、全然言ってないから全然言ってないから言ってそう。ななみのパフォーマンスマジで好きなの。本当？よかった。待って、いやー思い出した、私昨日頑張ったよね。待って、みんな昨日のこと忘れないでね一生。私すっごい頑張った、昨日思い出すだけで泣きそう。もうね2回心折れました。そう、なんかさ私思ったんだけど、ダンスってその、まあ、もちろん何もゼロからこう1にするのも難しいんだけど、なんか真反対、そのいつもの振り付けと逆、全く逆の振り付けを覚えるってもっと難しいと思った。ゼロから1にするよりも難しかった。もうねほんと気合いもうほんとやばかった。もうほんとにもうショールームだけは言わせてほしい。そう、これはあんまりこんなこの話は全然あの X とかにも全然ポストしないでほしいんだけど、本当にきつかったこれは内緒ね、ここだけの話ねうん、いやあのねもうねなんかゲスな夢っていうのが何より難しかったかも。しかもなんかめちゃくちゃ急だったの本当に。そう、いつ言われたかちょっと言えないんだけど、うん、言えないんだけど、もうねあの日はね正直ほぼ寝てなかったね、ほぼオールの昼夜でした昨日うん、なんか全然なんかこの話するとこんな当たり前じゃんみたいな思う人もいるからあんまり言いたくないんだけど、うん、だけど本当にいや、うん、やめとこ、なんか自分で言っててなんかちょっと引っかかるわこれうん、なんかやめよう、別に当たり前のことだからねこれ、うん、そうだよね、うん、でもすごいありがとうギフト、うん、そうだよね、そうだよね、そんな急に連絡来ることないよねそうだよ、
なんかさ、そのアンダーに出てる研究生はそう、まあ、もう覚えてるからすごいよ、すごいけど、あのいやちょっと昨日昨日のやつは本当に今までもこれからもないケースだと思う。でもやるからにはその中途半端にはしたくなかったから、うん、頑張りやした。いやめっちゃいい経験になった。なんかもうね、何ももう怖いもんないと思った、うん、そう、だからこの話は今日だけにしておく。でも私もなんかみんなに言いたかった、私頑張ったよねって。でもメンバーの前では言えないし、なんかスタッフさんに言うのも違うし、なんかこれが普通だよって言われたらもうそこまでじゃないですか、あちょっと悲しくなるから、だからみんなに言う。私本当に頑張ったよね。夜な夜なさ、夜中11時過ぎくらいか、見てさ、動画見てさ、いつもはこっちだから明日はこっちみたいなさ、なんか泣けてくる。来た、泣ける、本当にありがとう、みちおちゃん、みちおちゃんありがとう、昨日も昼夜ありがとうね、いい席だったね、めっちゃ見えたよ、うちはも本当にありがとう。だからこういうのはみんなとだけシェアできればいいかな、この私の気持ちは。うん、正直もう昨日一昨日昨日の夜中か、昨日の夜中は何回か涙が出そうになりました。全然泣かなかったけど、見届けてくれてありがとう。でもね、全然緊張とかはもうしなかったです。だって夜中あんだけあったからもう大丈夫でしょって、そう思って、なんかこういう話って自慢みたいになるじゃん、それが私嫌で、そうあんまり公演中も昨日の公演中も言いたくなかったんだよね。、うん、昨日さめっちゃコール大きくてさ、七海推しの皆さんもいっぱい来てくださり本当に嬉しかったです。うん、ありがとう、もうそれだけで私救われた、あゲスいけるわって思った。自慢していいです、いやダメですねこれは、うん、ありがとう、そんなふうに聞こえてない、ほんと、うん、いろいろとも自分ってできた、ほんねよかった、何帰りがポストして、何よかった、多かったし、コールもめっちゃ聞こえました。何これ、あディベートね、ディベートこれ今日、昨日 MC 面白かったよね、そう MC もねみんなで考えてるんです。最近なんか自己紹介の MC のもうみんなで考えてて、テーマを それもいいなって、なんか今いろんなのをね試してる、こんな MC やったらいいかなとか、うん、いやそうなんだよ、ルアちゃんも超すごかった、うん、ね、明日も
昼夜なのでいっぱい楽しみます。めっちゃ楽しみ。お見送りで DD って言われたのが地味に聞きました。嘘に決まってんじゃん。フリスクフリックニュール、あ、ちょっと待って、本当にマリナさんも最高、可愛すぎ。お、またトワキと、ちょっと待って、もうなんかこれで私の夜中の頑張りがもう成仏されたわ。ありがとう、 2本も経っちゃったわ、ありがとう。ちょっと待って、竹友っちじゃん、ありがとうね。ひる、き、あ、待って、竹友もね昨日来てくれたね、昼夜、うん、ね、なんか昼はさ、昼ね何もさよりも降ってくれなかったんだよ。 T シャツも水色だったし。でもまあ夜は夜はうん、降ってくれてたから許してあげる。あ、待って、いや説教しちゃったよね、間違えた。嬉しいよ、もうね私のこと見てくれてるだけで嬉しいから、全然いいよ。タワーありがとう。うん、成仏ね、説教させないで私に。え、覚えてる覚えてる、めっちゃ見てるから、うん、やば、タワー2本も立っちゃったよ、ありがとね。もう、明日髪型どうしようかな、楽しみ。そうだから昨日はポニーしてた。ポニーテールはもうなんかさ、ゲスな夢ってもう髪の毛振り乱すからさ。そうそう、かからないようにポニーテールしました。昼は、夜はハーフアップ。うん、あ、そうだ、明日、そうだよ、明日生誕祭だからヒロに考えてもらおう。あ、そうだそうだ、明日生誕祭だ、正統派ポニーよかったでしょ。いや、そうなのよ、昨日は正統派で行こうと思って、だから最近すごいなんかナチュラル気味、そうだから昼はね、え、どうしよっかな、なんかさ、私髪がもっと長かったらあの高めツインしたいんだけどさ、なんかこの髪の長さで高めツインやるとめっちゃなんか ロリっぽくなっちゃうかなと思って、あ、そんなことないか、やっちゃう、明日やっちゃう、うん、どう、やだ。やっちゃう、これいける？全然いける？あれ、よくね？本当？いいと思います？本当に？需要ある？はい、ある。かわいい、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 かわいい。え、嬉しい。じゃあやるかも。やるかもです。やるかもです。夜の髪型による、うん、いや、ありがとう、本当？たまにはいいかも。うん、楽しみにしてて、ツインじゃないかもだけど。とか、夜はね、日野の生誕祭なので楽しみます。そう、今月でまだ公演あるので
まだ発表されてないか。今のはなかったことにしてください。あると思いますもん今月、うん、待ってます。頑張る。ななみんがいてくれればそれでいい。仏のようなコメント。私さどうする、あともうちょっと誕生日なんだよ。みんな私の誕生日はあのあれやるからね。そう、あれ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 、日付またぎ日付またぎ絶対やるから。あらタワー来たんじゃないの。えマサ、びっくりびっくりびっくりね、ありがとう。マサタワーも昨日置いてくれた、ありがとう。どうだった最前からの景色は。そうてっぺんまたぎ、うん、そうそう、あと流行りのあれも、うん、日付またぎ超楽しい。ありがとうねみんな。みちおちゃん、竹友、まさ、成仏タワーありがとう、うん、本当にありがとう。みんなもコメントありがとう。ハッシュタグ確かに、どうしよう23歳、うーん、ねえいいのにタワー。しかもこちらも昼売るじゃん、こちらも昼売る成仏タワー。お酒ありがとう。どうだったカレーそこかーいってね、みんなのポストを見てるからね。なんでカレー私に持ってきてくんないの、うん、ありがとうみんな成仏してくれて、うん、レインボースターありがとう。めっちゃ食べたい。皆さん食べました三角と丸さんのカレー。私が取ったじゃがいも私のじゃがいも、うん、超食べたいの。そうでもなかなかね、なかなか行けなくて、行こうって、あ今日行こうと思った日にね、ってあのカレーやってなかったりとか、うん、そうタイミング合わないの。そうなの、明日食べる、いいな、うん、食べたい。じゃがいもにサインは入ってないですね、ごめんなさい。あの生写真に書くから待っててね。ねいつか食べに行きたい私も。え直前で完売したの、待ってそれは悲しすぎる。直前で完売ね、それさ一番悲しいやつ。うわー私がじゃがいもいっぱいあげたい。うん、あそうそう今日朝昼かカレーうどん食べてさ、生写真書いてたんだけど直前まで、待ってよ今ここで生写真書いたらカレー飛んじゃうと思ってスッて片付けた。嫌でしょ生写真も届いてさ、あのカレーついてたら何これってなるよ。それ返品だよ、だから大丈夫です。私のこの生写真はもうあのあ私の指紋はついてると思うんですけど、ちゃんともう何も超何綺麗な空間で描いてるので、その飲み物もめっちゃ遠くにあの離して置いてありますし、そうだから大丈夫みんな。やだよカレーついてたら。うん、だからね今生写真絶賛書いてますので楽しみにしてください。でもう11時過ぎてる、あーいっぱい配信できた、この新しい iPad ちゃんで。これはもう私の配信専用の
タブレットですのでここから配信するかな、しばらくは。でこの画角良くないですか、どうですか、この画角悪くないですよね、ちょっと明るくしようかなって感じで。よし、明日公演だからさ、今日は生地震行けるとこまで行って寝ます。明日も朝早いから、うん、そうそう、ありがとう。じゃあ今日もランキング読みます。ランキングも読みやすくなったんじゃない、あれ どこだ、たたた。じゃあまずは73位からいきますね。すごい、もう全部読める、いきます。あ、73位、あきひろアットワンタンさん、ありがとうございます。いくよ、13位、のりのさん、ありがとうございます。12位、青空さん、ありがとうございます。11位、はるアットななみちゃん神吉さん、ありがとうございます。10位、りょうすけさん、ラーメン温泉ありがとうございます。9位、セッテンガーさん、ありがとうございます。8位、タカノン、ラーメンギター猫、ありがとうございます。7位、日焼けアットラーメンサッカー温泉ご飯鳥涙、ありがとうございます。長いってばねえ。6位、クラゲさん、ありがとうございます。5位、みったん足跡、ありがとうございます。4位、マサブロッコリーラーメンさん、ありがとうございます。3位、竹友さん、ありがとうございます。2位、みちおちゃんピンクさん、ありがとうございます。1位、おたけさん、ありがとうございます。ね、全部読んじゃった今日。ね、まあね、今日 iPad 変わって一発目だし今日くらいいいよね、全部読みでも。ありがとうございました。また配信しますので来てください。あの生写真ちょっと書き終わるまでは少なめになっちゃうと思うんですけど、ありがとう。じゃあ頑張るね、また明日、おやすみ。